内野達次郎から1933年12月5日は日本の陸軍軍人、政治家。最終階級は陸軍中将、衆議院議員、福岡県出身、医師、内野東当の次男として生まれる。陸軍幼年学校を経て、1890年7月、陸軍主管学校を卒業。翌年3月、不評少尉に任官し不評。 第2連隊付となる。日清戦争に出生。陸士生徒隊付陸軍富山学校教官などを経て、1902年11月、陸軍大学校を卒業した。1903年12月、不評調査に昇進し不評、第22二二連隊付となり、第11師団参謀、陸大教官を歴任し、1907年11月、不評中佐に進級。 1909年12月、富山学校教官に転じ1910年11月、不評大佐に昇進した。1912年4月、この絵師団参謀長に就任し、教育総監部第一課長に転じ1915年8月、陸軍省省に昇進し不評、第二十旅団長に着任。1918年7月、不評第四十旅団長となり、 1919年7月、陸軍中将に進み、第14師団留守司令官に就任。同年11月、第7師団長に親保され、1923年8月、大名となり、翌月、予備役に編入された。1924年5月、第15回衆議院議員総選挙で、福岡県第3区から、立憲政友会所属で出馬して当選。 その後、第18回総選挙まで連続4回当選し、在任中に死去した。この間、立憲政友会総務を務めた。ありがとうございます。